はい、皆さんこんにちは、モロトフです。今回プレイするのはサピエンスというゲームですね。こちらはね、原始人の拠点作りゲームになりますね。なかなかね、面白いですよ。名作の予感です。今回はね、デモ版でゲームの中で2日間プレイできるみたいですね。早速やっていきましょうか。ニューゲームです。はい、そしたらば最初はね、自分でね、惑星を作り出せるみたいですね。ランダムで作られてるということなので、毎回ね、違った地形が楽しめるんでしょうか。さあ、いくつかね、我々の拠点地域をね、選ぶ場所があるみたいですけど、本当に大きいですね。どこでもいいんだ。すごいな、このゲーム。ちょっと海辺なんかもね、いいかもしれないですよね。そうだな、まあ森もね、あった方がいいし、ここら辺にしていきましょうかね。今回は3人のサピエンスが主人公のようですね。1人は25歳の女性かな。そして残り2人は30歳、31歳の男同士ということだと思いますね。さあ行きましょう。うお、すごい、なんかスケールがすごいね。はい、全然海辺じゃなかった。どっちかというと草原のね、真ん中って感じがしますね。さあ一番最初ですけど、藁かなね、兵を集めなさいと言ってますね。まあチュートリアルなんでね、それ通りにやっていきましょうか。周辺ちょっと見渡したいんですけどね。向こうにはこれはひまわりかな。そしてこれは何でしょうか。かぼちゃがねありますね。食料だな。直近の食料と言ったとこでしょうか。直近の食料といえばここにもありそうですね。ベリーがありそうだね。ラズベリーと書いてありますよ。そしてここら辺は枝ですよね。そして石、そしてこれはクレイだから粘土ですね。うん。あとは岩があったり木がね生えていたりという状況だと思います。まあ至ってね、雰囲気としては平和っぽい感じがしますね。まずは兵ということで、ここら辺のね、草をね取っていけばいいんだと思うんだ。指示を出しておきますね。なんかね、ほのぼの系な感じがしますけど、まあね、中盤ぐらいからね、結構サバイバル要素が出てくるとは思いますね。というのは、このね、原人たちもね、お腹空いたりね、睡眠なんかも必要そうなんですよね。はい、そしたら、草をね、相当取りましたよ。ね、丸裸になっちゃってるね。では続いて、ストレージのエリアを決めなさいと言ってますね。ストレージのエリア、ここで決められるんですね。どんぐらい必要だろう。そうだな、1、2、3、4、6個ぐらいちょっと作っていきましょうかね。こんな感じだと思いますね。で、ドライヘイをここにね、置いておきなさいと言ってますね。一括で操作ができるよっていうのが今のね、ガイダンスだと思いますね。まとめてヘイをゲットする方法としては、ここを押すのか。で、そうか、このね、円形のところ全部取りますよっていう感じなんだな。これソイルって書いてあるから、これ土を取るのかな。どうなんだろう。まあいいや、ちょっとやってみましょうか。5メートル範囲、5メートル範囲で行こうかね。そしたらセレクトと、それで買ってくださいと。はい、お、いいね、いいね。そうするとここら辺のね、ヘイを全部買ってくれるという感じか。まあヘイって草だと思いますけどね。非常に簡単なもの。あとはブランチですね。枝も必要そうだ。おう、ここにあるじゃん。じゃあまとめてね、枝。いや、その前にこれ、この枝で何かできないかなって考えることができるみたいな。ちょっとやってみようか。ひょっとしたら、ヘイなんかでもそういうことができるんでしょうか。さすがにできないのかな。石なんかもちょっと考えとくね。ひょっとしたらなんか道具を作るね、ヒントになるんだと思いますよね。発明みたいなもんだと思いますが。さあ、そして引き続きこちらの枝が8個必要なのかな。周辺にあんのかな、枝。なんかなさそうなんだけど、ここら辺まで行くといっぱいあるみたいな。よし、じゃあこれで集めてねという指示を出しておきました。そしたらね、ここら辺の枝ですね。ただこれで合計8個になるかがちょっと心配ではあるな。もう少し遠く、ここら辺か。ここら辺にもあるので、これはね、個別に指示を出しておきましょうかね。当然ここまで歩いていくから、その間もね、どん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 お腹はね、減ってっちゃうと思うんだよな。効率よく動きたい。なんせね、こちらデモ版ですので、2日間なんだよね、ゲームの中で。うん、おちおちね、やってられないぞと。そして食料ですね。お腹も減ると思うんで、これね、取っていきましょうか。
全部取っちゃう？ちょっとよくわからないから4つぐらいにしておこうか。ね、また生えてくるのかもわからないし、枝見つけた。細かく枝は取っていった方が良さそうですね。石なんかもひょっとしたら取ってった方がいいのかな。粘土？粘土もちょっと取っていきますか。ね。忙しい、忙しい。さあ、お、石を見て何かね、こう考えてますね。なんか使えるぞということだと思いますね。向こうから走ってきました。よしよしよし。枝を2本ぐらい持ってきてんの。えらいね。これ重要ですよね。一本一本持ってきてたらね、やばいよね。時間かかっちゃう。そしたらファイヤーライティングということで火をね扱うことができるようになりましたよ。この原人たち。よしよし、ナイスナイスナイス。さあとにかく枝を集めよう。今ね枝はね3つですね。ちょっとスピードアップしていきましょうか。お、見て見て見て、火がついてる。そういうことか。なんか削ってみたらたまたまね火がついたということだと思います。これももったいないからね、一旦火を消してここにねストックしておきましょうか。ほいほいほい、やってるねやってるね。食料ですね。彼らお腹空いたら勝手に食べると思いますね。こちらにあるね、幸福度あんまり幸福ではない、非常に悲観的な人なのかなね、そう書いてありますね。シェルターも必要ですよということで、まあシェルターなんかもないからね、非常に心配だということだと思いますね。ロックナッピング、何でしょうか。ロックナッピングができるようになったと書いてあります。石適当に集めといた方が良さそうかもしれないな。少しだけね集めておきましょう。まあとにかくね、枝がないと始まらないぞということなので、皆さんどこ行った？食事だね。よしよしよし、ちゃんと食べてないんだね。これちゃんと持って帰っているんだな。よしよしよしね、倉庫、簡易的な倉庫ですけど腐らないのかな、これ。大丈夫なのかな。結構量、24個ぐらい。あ、なんか腐りそう。外に置いとくと1日か2日で腐りますって書いてあるぞ。やばいなこれ、取りすぎちゃったかもしれないなね。よしよし、枝をガンガン置いております。向こうにも枝があるのかな。こっち、お、枝ね。よしよしよし、取ってくれますね。頑張ってください。はい、そしたらば枝が揃いましたね。次のオーダーとしては何があるんだろうな。はい、そしたらベッドをね作りなさいですね。まあそうだよね、ベッド作りましょう。ベッドはここで作れますと書いてありますね。何人分？ 3 人しかいないんだけど4人分作れって書いてあるな。よいしょね、こう仲良く4つやっとこうか。仲間増えたりするんでしょうかね。そんな感じはするけど、休憩中ですかね。はい、そしたら調査もね忘れずにと書いてありますね。やっぱり兵も調査した方が良さそうか。そうか、こういう感じ。こうやってねみんなね仲良くねベッドを作っているんですけど、皆さんね実はね細かくねスキル持っているものが違うみたいなんですね。だから今後ね複雑なことをお願いするときにはこの人しかできませんよみたいなこともあるみたいですね。よしよしよし、ベッド作ってる、今作ってますね。そして休憩しちゃってるな。大丈夫かな、ちゃんとこれ研究してんのかな、誰かが研究してんのかな、全然わかんないけどね。すごい、あ、研究してたみたいですね。よし、よかった。はい、そしたらば次はキャンプファイヤーを作ってくださいと書いてありますね。確かここにあったはず。これかな、これまた枝使うんだろうな。ここに置いておきましょうかね。ヘイですけど研究できてないな。掘らなきゃいけないって書いてあるぞ。一旦これちょっとヘイ取ってみましょうか。ここで研究するのかな、どうなのかな。サクサクっと取ってもらって、出てきた時点でそれが研究できるかやっていきましょうかね。そうしましょう。あとは石がねもっと必要かもしれないね。出てきた、これ研究できないね。そういうこと。まあいいや、とにかく我々はねキャンプファイヤーを先に作った方がいいのかもしれないですね。さあ残り何が必要なんだろう。もうちょっと石が必要そうかな。ここら辺の石もね取ってくださいという指示をね出しておきましょうか。こんな感じ。よいしょよいしょ。お、なんか彼が作ってくれそうな感じがありますよ。一人ちょっと休憩しちゃってるから石取ってこようかね。ここら辺の石を取ってくださいと。岩なんかも勉強した方がいいんじゃない。さすがにないかね、岩の勉強はなさそうですね。
はい、そしたら分かりました。ヘイのね、調査はここだ。ここでやればいいんだ、ただ単にね。よし、火がついたぞ。これで皆さんあったかいのかな。ホットって書いてある。ちょっと熱すぎんじゃないの。これはずっと火をつけっぱなしでいいのか、ちょっと分かりませんね。続いてクラフティングエリアを作れと書いてある。一旦ちょっと消しとこうかね。消しておきましょう。クラフティングエリア、おー、ここら辺でいろんな道具を作るっていうことかな。どこら辺で作れるんだろう。こういったとこで作れるのか。ここでも作れるのかな。よし、じゃあ何個作るかというと4つ作ってくださいと書いてありますね。ちょっとぐるり囲う感じで、我々のね、基本的に拠点はもうここら辺で決まりですよね。はい、お願いします。多分なんだけど、これ石が必要なんじゃないのね。さあ、そしたらクラフティングエリアをね、作り始めましたね。お、なんだ、枝を立ててるやつがいるぞ。これまたなんか考えてんのかな。自分で勝手に枝を立て出したぞ。面白いな。ここまでやった感じ、非常に面白いですね。まったりしてるんですけど、とてもね、よく作られているゲームではないんでしょうか。あとね、アイテムが不足したら勝手にね、周辺にね、探しに行ってね、取ってくるんですよね。これも便利だな。自分でね、わざわざ私が取りに行く必要もない。あ、待って、動物がいる。アルパカ、そしてこれは鶏。こいつら食料になるでしょう。ね、そうだよね。後々、その前にちゃんと道具を作らなきゃいけないので、このクラフティングエリアで作っていきましょうか。まずはストーンハンドアックス、簡単なね、石斧ですね。これを4つ作りなさいと書いてあるので、指示通りね、作っていきましょうか。で、もう一つはナイフかな。ナイフも4つ作りなさいという一応指示なので。わ、これ何立ててんの彼は。すごいね。自分でなんかどんどんこう発明していくよっていう感じなんでしょうかね。さあ、ガンガン石斧、そしてね、石のナイフを作ってほしい。そのためには多分石がね、足りてないね。圧倒的にここら辺の石も取ってねという指示を出しておきましょうかね。ここら辺の石も多分取った方が良さそうだな。ついついね、プラプラしてる人が出てきちゃうのかもしれない。こんな感じでね、余分なね、なんか発明をしちゃう人が出てくるんでしょうか。さあ、もうそろそろブレイクスルーがあるよ、何か発明があるよと言ってますね。ワクワク。さあ、あとはマップですけど、こんな感じなのかな。我々の拠点がここでしょ。そして確かこっち側に行くとね、海だよね。本当はね、魚とかもね、取りたいんだけどね。さあ、戻りましょうか。よいしょっと、グイーンとこういう感じで戻ってきますと。待てよ、ハンドアックスがあれば木倒せるんじゃないのね。そんな感じはしますけど。お、作ってる。これがストーンハンドアックスだと思いますね。非常に簡単なもの一つ作ったのかな。はいはい、どんどん作っていくよ。そしたら役割を決めてあげてくださいというのも書いてありますね。どうやら役割はここら辺で決められるのかな。おお、今ね、私たちができることっていうのはこういうテックツリーでね、表されるんですね。発明することでどんどんここら辺が解放されていくと。そしてね、チェック1って書いてあるのは、とある一人ができるということだ。しかもこの人はそのスキルを持っていると。だからね、高度なことをするにはスキルをね、持ってる人でないとダメだよということか。ね。そういうことか。後々ね、スキルもね、向上していくんだとは思うんですけどね。二人ブラブラしちゃってるね。どうしましょうか。何ができるんでしょうかね。例えば我々それ以外ですけど、トーチが作れんのか。あと、これも作れんじゃん。家じゃん。ね。非常に簡単な、こういう雨をね、防ぐ屋根ですね。これ作っておこう。一個。そして、この中にベッドをね、移動させないと多分雨降った時に非常にね、不快になっちゃうと思うんだよな。そして一人が非常に楽ちんな状態になっているので、これ取ってきてもらおうか。ね。そうしましょう。あとは動物をね、研究してほしいな。ひょっとしたら肉取るためにも、何かね、発明、調理とかの発明は必ず必要な可能性がありますよね。さあ、道具ですけど、まだ全然作れてないのか。何やってんのこれ。あ、なんか発明しようとしてる。
道具はまだ作られていない。そういうことね。ちょっとスピードアップしていきましょうか。はい。そしたらば、これで、お、枝でね、組んでんだね。よしよしよし。枝も足りないっていうことになりそうだ。発明しました。掘る。掘ることを覚えました。そういうことね。よしよしよし。枝をもう少し持ってきた方が良さそうだ。あと、木を切るっていうのが一番簡単。お、なんか木の実がここになってるな。ちょっとやっていきましょう。ね、多分これでね、木を切ることを覚えるんだと思うんだ。あとはそれ以外、枝が向こうにあるけど動物がいるんでちょっと怖いですよね。うん。さあ、それ以外は、ここら辺でなんか発明できる。これはほんと単純にね、切っちゃうよっていうことだね。うん。食料はどういう感じでしょうか。食料のね、なんかこの数値なんかここら辺にね、管理できればいいんだけど、ね。はい、そしたらリクルートメントと書いてありますね。たまにタブ族がね、我々の場所を通り過ぎるよと、勧誘できるよっていうことだと思います。そうやって人を増やすのか。うんうんうん。結構人口密度ね、多いんでしょうか。ほいほいほい。やったやった。でもこれ作られたじゃん。そしたらさ、これを移動したいよね。さすがに移動はできないのかな。複製になるんでしょうかね。まあいいや、複製でも。あれ？できないぞ。多分原材料がないからできないよっていうこと。お、いや、できるな。ここら辺できそうだ。よいしょ。そして、一個ぐらいしかできないの？ちょっと待って待って。まさかそんなことはないでしょ。あ、ここら辺できそうだ。ね、今一瞬できたよね。ここだ。よいしょ。そして、なんだろう。二つぐらいしかできなさそうですね。狭いのかもしれない。だからもう一個ね、作ったりする必要がありそうだ。よし、木をね、切り倒しましたよと言ったよ。よしよしよし。これで枝も取りやすくなったんじゃないかな。しかもリンゴもね、ありますね。丸太もある。よしよしよし。かなり我々のね、拠点はだんだん大きくなっております。はい。ということで、今回はここまでにしたいと思います。なかなか面白いよね。続きが見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。Me. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.